よし、右行くか。ふざけんな、睨んのやー。乗り手が事故って壊すからエコがプラマイゼロ。カーボン調がお届け。それにしても、綺麗に弾き出しやがったな。ミラーも見ないで車線変更。ノーセンスドライバーの基本技能ですね。バカめ。さて、この先分岐です。まあ道は左だから、気にせず曲がれるね。は？おう、ここで強プリアビリティ再発動。右を目視確認せず突っ込みましたね、これは。まあ、ミラーだけ見ても死角にいられたら気づけないもんな。明日から横も警戒ですよ。なんか挙動がおかしいプリウスイル。なんでこっち来るんだ。入ってくんな。危ねえ。固形ロシアがって。脳みそまでカビ生えてんじゃねえの？あの前で突っ込んでくるんですからね。そして警察は逃さなかった。カビキラーポリス。さて、これはとある一般高速道路。一般男性みたいに言わんくってえねん。一般道プリウスミサイルシリーズあります？やめてくれ。そこでウインカー出すとかやめろ。ウインカー出してたし車間取ってた。えらい。あれでえらいって言われちゃうのか。ちょっと待てや、手が行きしてる、危ねえ。ここは逆走プリウスミサイル。譲りも戻りもせず突き進むのに。ういうい飛ばしてきやがって。さて、またバイクっすね。対向車来てるし前も詰まってる。プリウスは見えないか？あなたはルールを守ってバイクで安全運転中。後ろから抜かれる筋合いもなし。さて、何に注意しますか？何も起こらんだろ、逆に何に注意すればよいん。じゃあ。クソ野郎おめえ、何がしたいんだアホめ。どうせ止まるのに殺人未遂かクソ。さて、さっき後ろから抜かれる筋合いはないと言いました。でも抜かれました。どうしてでしょうかね。どうしてって、カーボン超時空がそういうところだからな。いえいえ、この時空じゃなくて現実世界にも通ずるものなのですが、それは強振りのりに筋合いもクソもないでした。何もめでたい要素ないわ。え、あるよ。強振り乗りの頭。まあ確かにこれは迷惑行為だけども。あと純粋にねえ。プリウスをめでたい。おっそうだな。プリウスはいいぞ。中古が約100万円。免許取ったらいかが？割と現実的で無難な選択肢なんだよな。もし運転ミスってぶつけても、ミサイル撃って楽しめるよ。交通事故推進になりそうだからやめろ。プリウスミサイル。ミサイルする隙がないって？ははは、誰に言っているのだね。打ち飛ばしていくぜー。プリウスミサイル恐ろしすぎる。おお、プリウスこっち来た、かわいい。あ、ほ、くさ。対向車を見ないというのはノーセンスドライバーの定番事故パターン。彼らは皆希望的目測で間合いを測ります。そこまで息を吐くように事故れるのか。まあセンスないもんね。しょうがないね。そういえばみんなは、不意打ちミサイル警戒してる？またよくわかんないの始まったぜ。常識外れの急旋回。うわぁ、危ねぇ。なんだ今の。圧倒的強プリ乗りのプリウスミサイル。右端の車線から何の前触れもなく急旋回。左後ろも対向車も確認せず突撃。怖えわこれ、回避できねえよ。恐るべしプリウスミサイル。プリウスミサイルは怖いぞ。プリウスはいいぞの亜種みたいに言わんくってえねん。プリウスミサイル。おお、なんか止まってんな。不発弾はいつ爆発するかはプリウスミサイル再起が動くなぁ。ユールーズ、なんで食らったか明日まで考えといてください。ほな、お前爆破解体処理したろうかこの野郎。さあせん、というか分からせてやってください。ミラー見る必要性を。どうせ言っても分からんし声も届かへんからな。もう、ドラレコつけて安全運転するしかないわな。さて、ただの込みがちな大通りですが、注意することは？え、普通に走ってればよくね。お、来ましたね、譲る気のない撮影者。譲ってもらえぬなら、割り込んでしまおうプリウスミサイル。ホトトギスのあれみたいに言うなし。まあ、ああいう時は素直にブレーキ踏んで譲ってあげなきゃ。撮影者が暴言吐きまくってるんで音声消しましたが、こういうの見てて惨めになります。
割り込まないで待てばこうならなかったんやで。そういえば自動ブレーキ搭載のプリウスですが。ごめん今なんつった？ちょっと乗り手に不具合がありましたね。自動運転テスト車の死亡事故もありますが、基本運転手の不注意が原因。オートパイロットに任せてスマホ見てたら人つくよ。俺ら、免許持ってんの？ノルマ達成。俺ら、免許いそろ。こっちも相手は黒系の高級会社か。大変やな。これに至ってはなんで追突したのかわからない。なんで？普通に前見るだけやん。誰にだってミスはあるし、生物学的に人は長時間の集中ができない。機械のアシストがいるわけだな。交通事故、早くゼロになってくれ。プリウスミサイルも、自動ブレーキ全車標準装備だな。プリウスミサイル。さて、次のプリウスさんどうぞ。はい。は？確認せずに曲がることでおなじみな京プリ、誰が路面電車来てないって言った？いや、もしかしたら、プリウスミサイルには電車を止める機能もあるのかも。日本でも大電プリウスミサイルが暴発してますし、おっし、死ぬほどじゃないにせよ、物騒だし怖すぎる、事故がなくなるといいのにな。ポツン。いきなり動き出しそうで怖い。まあ大丈夫っしょ。進もう。なんでや。確かにまあ、なんかの例外で止まってるだけかと思いきや。いきなり動き出して、例のごとくミラーも水ウィンカーも出さず右旋回。どうしろっちゅうねん。私にもわかりませぬ。救いはないんでちか。確率的に事故を避けられないのなら、ドラレコつけとくしかないよな。免許じゃなくて、ドラレコ持っとんのかゴルアを流行らせたい。そういえばこのプリウス当て逃げか？ぶつかった音がしたが、私には関係ないと思った。カッコ86、とっとと免許返納してください。また炸裂。おいおいおいなんでや。今度のプリウスもなかなかですね。ウインカーもなくいきなり急ハンドル。事故るってわかんないんでしょうか？まあ今回のは横に緊急回避しただけっぽいんだが、それにしてもなんでこうも危なっかしいことになるのか。みんなは次運転するときは、この動画思い出してちゃんと避けるんだよ。もうこっちが回避するしかないか。高齢者はお前がぶつかってきただろとか言ってくるから、ドラレコないと悲惨。あっちが嘘つくリスクあるもんな。数万円かけてでもつけなきゃな。お分かりいただけただろうか。何が？全然わからんかったんだが。実はこの強プリ乗り。ハンドルにタブレット乗せ。くせん。日本でもたまにやってる人いますよ。車をなんだと思ってるんだ。こんなんだから事故がなくならないんだよ、ちくしょう。息を吐くようにやってやがる。これゲームか？現実世界の映像です。見つけたら動画撮って警察に提出しましょ。放置しとくと人を殺しかねない。こういうやつに限って俺は大丈夫って言うよな。大丈夫じゃないの、お味噌で俺は大丈夫だっていう現実は大丈夫なのか。我々は、車を目にするたびにこれを思い起こさねばならない。避けなきゃ。引かれる。やらなきゃやられるみたいに言わなくてええねん。プリウスミサイル。ドリンクホルダーのタピオカに手が届かない。危ねえ。おっととぐらついちまったぜ。運転センスとはよく言ったものだ。信じられるか？横走る車がいきなりこうしてくるなんて。だから私はプリウスミサイル。スペリアみたいに言うんじゃねえ。さて、合流ですね。危ねえ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 。はぁ、あ、どうしてその前で出てくるのか。諸君。これがプリウスミサイルだ。相変わらず怖えな。これを避けなくてはならない？そういえば最近、煽り運転が免停になるそうですね。おお、これで危険運転が減ってよかったな。これで凡人の追い越し車線塞ぎがはかどる。きゃあ。ちなみに、左から抜くと軽傷で済むようです。煽られ運転ですぐ騒ぐ気違い民間人は、さりげなく左から抜き去っちゃいましょう。警察も、煽り運転より通行帯違反を取り締まった方が民間人ホイホイなのにな。というか、おとなしく法定速度で左走ればいいの。画像が害悪行為すぎる。まあまあ、煽りとか無縁のエコドライブしようよ。プリウスはいいぞ。それ言わなきゃ閉まらないよな。
はい、見てくださりありがとうございました。今日のプリウス、海外ではバッドプリウスドライバーズって言われてるらしいですね。動画見てて察せる通り、あいつらルールも法則性もクソもないから、注意しとかなきゃリアルカーボン強しますよ。リアルカーボン強。プリウスミサイルは怖いんだぞ。では、次のカーボン強でお会いしましょう。